Dangan Ronpa. ね、大丈夫。だいぶ参ってるみたいだね。それは僕も。うん。他のみんなだって一緒だよ。だっていきなりこんなおかしなことに巻き込まれるなんて。ねえ、聞いてる？改まって自己紹介するほど特別な人間じゃないし、こういうのって何回やっても照れくさいんだけど、まあこれもお決まりだから、そう思うことにしてやっておこう。俺の名前は日向はじめだ。 俺が希望ヶ峰学園にやってきた理由はたった一つ、希望ヶ峰学園に憧れていたからだ。 俺にとっての希望ヶ峰学園は、いわばアイドルでありヒーローのような存在なんだ。その憧れは夢なんて言葉にも置き換えられるかもしれない。だから俺は自分がその一員になって自分自身に胸を張れるようになることを目標にずっと。
あれ、何者だ。え、あの、大丈夫ですか。顔色が優れないようですが。あ、ねえ、もしかしてさ、あんたもこの学校の新入生なんじゃないの。あ、じゃあ、もしかしてみんなも。ま、そういうことだ。俺らもこの学園の新入生ってね。多分この教室には私たちみたいな新入生が集められてるんだね。なんだ。なるほどな。妙だな。何なの？あのさ、つまり。つまり、
おいおい、とにかく。やばくね？これは。ですが、でも、違います。なんだ。おい、こら。ふん。はあ？きっと、やっほですか？あれは。多分ぬいぐるみだと思うよ。そう、あたしはぬいぐるみなんです。フエルトジなんです。魔法少女ミラクルウサミ、略してウサミです。こう見えても皆さんの先生なんです。フエルトジなんです。よろしくね。あれ？どうなってんだ？黙れ。おい。任せてください。なんだと？おい。ふふふふ。
嘘だろ。大変っす。どうして。皆さん、ふふふふ、ドキドキ修学旅行が始まります。